はい、どうも、Kチャンネルです。サイクリングダイエット273日目かな。今日はですね、今八代市、熊本の八代市に来ております。ただいま時刻はですね、だいたい5時ぐらいだと思います。今日は今からですね、水俣に向かって、海沿いをサイクリングしていきたいと思います。これ有名 YouTuber のケンタさんが、動画で上げてたコースになりますけど、まあ全く一緒のコースではないと思いますけど、非常に良かったんで走ってみたいということで本日やってきております。それでは早速出発していきたいと思います。来てよかったですね。素晴らしい。ほぼほぼサイクリングロードじゃないですか、ね、鉄道が左側通ってて右側海っていうね、最高のロケーションですね。まあ道もまあほぼいいですしね、めっちゃ走りやすいです。まあ、ちょっと風が強く なるとちょっときついですけど、まあ朝なんでね、まだほぼほぼ無風っていう状態ですね。
はい。ただいま海岸線の上りでございます。もうすぐ終わると思うんですけどね。どうでしょう。うわー、素晴らしい景色が、素晴らしい。今走り始めて2時間近く経っております。ちょっとした高台に登ってきたんで、こんな風景でございます。多分ここから下り基調になると思います。7時ですね。午後一発ぐらいには帰ってこれますかね。どうでしょう。海あり山ありやね。まあ大して登らんけども、勾配はなかなかですね。距離は短いけど、うひょい、最高じゃん。あれまた下って登る、もしかしてなんか嫌なもんが見えたけど、下り最高っすね。うわ、また登りじゃん。これ最後かな。きちい。後半来るってのはこれか。うわ、まだ登ってるわ。ふぅ、あ、大丈夫かいね。今パンクしてないか、サイドボールは。たら押していって、山田から電車やな。大丈夫かな。もう終わりだろう。あと42分、結構あるな。大丈夫かな、タイヤ。まあ上りでスピード出てなかったからよかったよな。左でスピード出てたらアウトだな。うい、もう終わりでしょう。うひゅー、景色最高。これトンネルか、オレンジ鉄道、この下通っとんやな、多分トンネルで。公園に行ってみよう。南西に進みます。かもしれんけど、多分景色がいいやと思う。4キロメートル道なりです。間違えて左に曲がらんしょうか。はい、ちょっと登ってきて、御嶽岬かな、よく読み方がわかりませんけど、山の上にある公園ですね。ちょっと休憩して下っていきたいと思います。誰もいませんね。地元の人も珍しくもなんともないって感じでしょうね。
もうヘロヘロです。残り21分、頑張りたいと思います。いよいよあと残り 2.8 キロ、残り6分でゴールでございます。はい、無事ゴールしたんですけど、ちょっと足が残ってないんで、帰りはオレンジ鉄道で帰りたいと思います。水俣から八代まで1280円、自転車代はかからないみたいです。普通の大人一人の運賃で行けるようです。上田門です。右側の道路を開きます。